レオパルトにマークスマン対空戦車は、対空機関銃、機関砲などを、戦車用車体に搭載した、対空兵器の走行車両である。自走式対空砲のカテゴリーに含まれる兵器であるが、自走砲との区別は、時代役に、編成により異なり、明確ではない。戦車の車体を利用した、機動性により、前線の戦車部隊に追随し、 前線部隊を航空機などの脅威から防御することを目的としている。ただし通常の戦車と比べ、多くの場合走行は薄くなっており、また、武装も対空兵器中心であるため、敵の戦闘車両や対戦車兵器との直接戦闘は、増えてである。また、対空戦車が必要とされる状態とは、航空優勢を失った戦局が不利な状態であり、 その場合航空機や戦車、そして安価で数を揃えやすい、通常の対空兵器の生産配備が優先される。逆に、対空戦車を量産できるほどの余力が生じている状態とは、普通選挙区が有利で航空優勢を得ている状態であり、わざわざ対空戦車を量産する必要がない状態である。どちらにしても、対空戦車の量産配備は後回しで、 十分な数が揃わない傾向にある。このような機関砲装備の対空戦車の存在意義を疑問視する意見もある。これは車両にとって最大の敵である攻撃ヘリコプターからの対戦車ミサイルの射程が延長され、機関砲の射程外から一方的に攻撃される事態が想定されるということである。加えて高価な下器管制装置の搭載は、 中小諸国がこうした兵器を持つのを難しくするだけではなく、先進諸国が十分な配備数を調達することも難しくしている。対抗手段として、前述のツングースカのように小型ミサイルを装備したハイブリッド化や、あるいは機関砲弾自体の射程延長化が進められている。ただ、小型ミサイルさえ搭載できればいいなら、 高価な対空戦車は不要だという意見もある。現代で、対空戦車とはやや異なる、安価な軽車両に、対空ミサイルを装備したものが増加してきているのは、こうしたためである。ただし、ミサイルでは、敵が有効な ECM を使用した場合無力化、されてしまう上に、誘導装置や弾頭などが、対抗空空機に特化した設計となっているため、飛走甲車両や、 軽装甲車両などの地上目標にはほとんど役に立たないので、そうした電子妨害が効かない点と地上の敵に対する走者にも使用可能であるという点で、機関砲は有効である。また、ミサイルには安全装置解除やロックオンのために必要な最小射程があるが、機関砲はそれより、資金に入り込んだ敵に反撃することもできる。保有装備運用は、特に、 ドイツや日本等の限られた国のみとなっている。第二次世界大戦期、制空権を連合軍に奪われたドイツ国防軍は、愛号戦車の車体を利用した愛号対空戦車、法号戦車の車体を利用したメーベルワーゲン、ビルベルビント、オストビント、クーゲルブリッツなどが作られた。これらはすべて戦車用車体を用いているが、正式名称に、 対空戦車の名を持つのは、ビルベルビント以降で、それ以前のものは、名称上自走式対空砲扱いとなっている。イギリス陸軍は、マーク6系戦車改造の系対空戦車マーク I、クルセーダー巡航戦車改造のクルセーダー AA を、実戦投入していた。アメリカ陸軍は、 装甲ハーフトラック改造の自走式対空砲を実戦投入していたが、戦車車大利用のものはほとんど試作止まりに終わり、対戦末期に M24 軽戦車改造の M19 対空、自走砲がようやく配備されている。もっとも連合国側の航空優勢もあってか、これらは本来の任務ではあまり日の目を見ることはなく、敵不評に対する水平射撃などに多く用いられ、 M19 の本格的な実戦投入も朝鮮戦争からであった。ドイツ連邦軍はレオパルト1戦車改造のゲッパルト自走対空砲を開発し保有している。陸上自衛隊は74式戦車改造の87式自走行車機関砲を保有している。ゲッパルト自走対空砲、87式自走行車機関砲は砲塔に2問の機関砲を装備し、 高度な追尾技術を有している点で告示している。前者の追尾機器配置の異常には特許があり、後者が同一の配置にできなかった経緯を持つ。ただし、機器やソフトウェアの点では後者の方が後発であるためより、新しい技術が導入されている。フランス陸軍は、戦車車大を用いた a m ス十三 d c a を配備、その後継として、 AMX-30DCA も作られたが、こちらはサウジアラビアへの輸出分のみに止まった。これらは警戒レーダーを搭載しているが、照準は、光学式であった。アメリカ陸軍は、M19 対空自走砲の後継として、M42 ダスター自走降車機関砲が作られ、ベトナム戦争にも派遣された。さらに高度な追尾技術を有する新型対空戦車。 M247 サージェントヨークも開発されたが、このようなシステムの高価格、さらに、アメリカ軍は常に、味方の航空優勢下で戦う、というドクトリンもあり、以降は、M113 装甲兵員輸送車改造の M163、対空自走砲を保有するのみであるが、これさえもアメリカ軍では、現役装備から外れている。ソビエト連邦が、 呪マイナス57のに、続いて呪マイナス23から4シルカを開発した。特に後者は、世界で、初めて追尾レーダーを備えた、対空戦車であった。第4次中東戦争で、自走対空ミサイルに K12 クープと共に、エジプト軍に配備され、開戦初日に40機とも言われる、膨大な数のイスラエル機の撃墜に一役買った。また、 ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻では、輸送車列の護衛、チェチェン紛争では、建物の上層階から攻撃してくるゲリラに対抗するという別の目的に使われた。ロシア連邦軍ではニエス・ロクツングースカが主力である。これは2門の機関砲に加え、8機の小型対空ミサイルを備えていて、より広範囲の敵航空機に対応できる。ありがとうございます。